あとですね、CD、あのお借りした CD は、ユーストで配信 OK ですか、それとも何か大丈夫ですか。許可取ってます。あ、OK です。それですね、はい、あの曲何曲目とか今言った方がいいのでは、はい、1曲流してる、あの BGM でずっと使う分には問題ないです。時間上あのレラさんが流したいでも全然2曲でも。じゃあ BGM で制服工場委員会が新曲があるんですよね、はい、その何曲目か見ていいですか、はい、この間木梨沖さんと制服工場委員会ツアーに来てるじゃないですか、はい、この1曲目学びたいのに学べないっていうの、わかりました。で、あともう1つ愛と平和の翼を広げ、これがあのこの2曲やりたいです。はい、わかりました。じゃあ1曲丸ごと流して、あと、いや、全部丸ごとはもったいないから、ワンフレーズぐらいやって。はい、わかりました。それで、どっち耳ですか、ね、こちらですね。これが自分なので。これもう、あと、10秒以内には、20秒ですね。始まるので、お願いします。はい、G-SHOCKがあるんです。で、ラバーズコレクションっていう2個1対の G-SHOCK があるんですよ。で、そのボタンを押すと、あの悪魔か天使なんですよ。あのバックナンバー、あのライトバス。それで、
作った曲というか、なんていうんですかね、人間は悪魔も天使も持ってて、毎日そう違う要素がこう出てくるよっていう、まあ、単純な曲ですけどね。今日は悪魔なのか天使なのか、まあ、悪魔と天使悪い意味で言ってないですけど、どっちもいい意味で、そういうことです。大丈夫ですか、山猫さん、これからなんか全国区で超有名になるような気がするんですか。本当ですか。すごい素敵、曲も素敵だし。本当ですか。ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの打ち合わせがない番組なんですよ、これ。ちょっとなんか上田さんいろいろ大変かもしれないですけど、左利き、はい、ガチャガチャしたりこうゴタゴタしたりするのも、これはもういいか、あっちで撮ってるもん。撮ってますか。集中してやろう、はい、じゃあねー、はい、これをじゃあ終了してここに切り替えるので話を渡す。あと10秒ということ。これはですね、もうまで10秒なんですけど、これ自分の親父の曲なんですよ。親父の曲を毎回流してるって決めてるんです。早田ジョージ、そうですそうですそうです。もう私、早田ジョージさんの知り合い、早田ジョージの友達でガチってことになってるじゃないですか。そうですそうです。その早田ジョージが歌ってる曲がこれで、そのギター弾いてるのがチビさんのと、紫と、もう一つコンディショングリーンって言って伝説的なあのバンドがあるんですけど、そのギタリストの新規さんと、自分の、番組で流す CD はですか、家族なんで全部ユーストに配信してるんですよ。それであのゲストさんのですか CD が大丈夫なのかって確認をしてました。確認を書きましたので大丈夫です。この曲が終わりましたらそのまま番組スタートなのでお願いします。声は、はい、声はお父さん、親父です。本日も始まりました力山でこの沖縄夢箱、どうぞ1時間よろしくお願いいたします。本日はですね、12月18日日曜日ということでございまして、12月もね始まって3週目の日曜日を、迎えたところでございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、ということでございまして、今日はですね素敵なゲストさんお招きして、1時間楽しんでいきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。早速ですがゲストさんのご紹介でございます。おはようございます。おはようございます。はい、ということでございまして、今日はですね、女性のゲストさんということで、力山猫沖縄夢箱、実はですね男性ばっかりで野郎ばかりのゲストばがですね、多いということでございまして、珍しい女性ということでございますけれどもね、お花
添えるような感じでございましてですね、とても楽しい1時間になると思いますので皆様よろしくお願いいたします。今日のゲストはですね、映画監督でありジャーナリストであり、一人の母である、増山玲奈さんを、お招きしております。玲奈さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、第1コーナーからですね、ご一緒させていただいて、進んでいくわけでございますが、玲奈さんとはということでございましてですね、先ほども言いましたが、ジャーナリストもなされていて、そして映画監督もなされていてですね、はい、そして、言い忘れましたがアーティストさん、芸術家でもございましてですね、はい、一人の母ということでございまして、何者なんだ、ね、何者なんだというところからですね、はい、まあ、第一コーナーはそういう何者なんだというところを話していきたいなということでございますが、はい、どうしてこの番組に今日お越しになられたかといいますとですね、素敵な上映会がありますので、はい、本日控えている上映会のお話もしながらですね進んでいくわけでございますが、私力山猫との、きっかけからまずお話ししたいなと思うんですけどもね、私この番組で何度も言っていますが、おっぱい展というのを来年やろうと思っていましてですね、はい、壮大な構想があると、そうですね、おっぱいおっぱいしてるわけでございますが、はい、8月1日のおっぱい展に向けてですね、まあ、進んでいる、原点の、はい、お日にちとなるとですね、もう1年半ぐらいになるんですか、2年ぐらいになるんですかね、スタートしようと思った時に、おっぱいを使って、アートをしている、方はいないかということで、私がまあ、現代の何ですかね、武器というかですね、パソコンを使ってです、ね、検索しましたらですね、どうやってもレナさんがずっと出てくるということでございましておっぱいアート界の、そうなんですよ、もうジャンヌ・ダルクレナさんがですね、はい、出てきましたので、この方のお話を聞くべきだと、私の中 で、 ですね判断しまして、レナさんにアポを取ったところですね、快く、受けていただきまして、おっぱいのお話を最初させていただいたんですけど、その中でですね、沖縄に来るということでお越しになられるということでですね、映画を撮りたいんだということで、私の方が、お話し差し上げたんですけれども、逆にご依頼をいただいたということでね、助監督を、ね、させていただいた、この流れでですね、今日の上映会も含めいろんなつながりをこうレナさんと持つことができました。本当にありがとうございます。こちらこそ、はい、本当に最初はおっぱいでございましたけどもね、